こんにちは、ココアです。今日はこの後ちょっと時間がなくて急いで撮影をしているんですけど、なので急いで今回はパパパという感じで紹介をしていくんですけど、今回はサムネにもある通りアグデの購入品を紹介していきたいと思います。はい、ということで特に早送りとかはしていなくて早口で今回はやっていくんですけど、本当にパパッと紹介していくので短い動画になると思うんですけど、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そして隣にあるベルマークの方をタップして通知をオンにしてから見ていってください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。今回もすごく可愛いものになっているので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで早速やっていきましょう。ではスタート。はい、ということでやっていきます。まず今回はアグで靴を購入してきたんですけど、アグではいつもよく買っていて、すごく履きやすいし可愛いものがあるので、冬靴とかはほとんどアグを履いているんですけど、早速紹介していきます。まず買ってきたものなんですけど、じゃじゃーん、はい、こういう感じの2足を購入してきました。じゃあまずこの一番上にあるものから紹介をしていきます。まず箱は、まあ、いつもと同じ感じのこういう茶色い箱で、ここにアグのロゴがあります。で、この中身はもうね、最近アグのサンダルを、ファーのついてるサンダルなんですけど、それをずっと履いていて、もうそれしか履いてないんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃ履きやすいし、で見た目も可愛くて、で脱いだり履いたりもすぐできるサンダルを履いているんですけど、なのでそれを新しく解体したいなと思っていたんですけど、今回はちょっと別のものを買いました。ちょっとその欲しかったお目当てのものがなくて、でまだ今探している最中なんですけど、もう本当に動画とかでもよく履いているっていう、お出かけに行くときには必ず履いているようなサンダルになっているんですけど、今回買ったものがルームシューズを購入してきました。まず1足目がじゃん、はい、こういう感じの、このそう本当に形が全く同じなんですけど、これの普通の靴バージョンのピンクを去年からかな履いていて、もうめちゃくちゃ履きやすくてずっとそればっかり履いているんですけど、これはそのサンダルのルームシューズバージョンになっているので、ソールの部分が結構薄い感じになっています。なので外に履いていくっていうわけではないんですけど、お家の中でサンダルを履きたいなと思って、スリッパ履きたいなと思って買いました。こういうシルバーの、すごいテッカテカのシルバーで、でこういうファーがついていて、ここはアグのアグらしいモコモコな感じになっていて、後ろのソールがこんな感じです。なんか靴としても履けるじゃ履けそうだけど、でもサンダル、ルームシューズとして売られていたものになっています。このシリーズは他にもいろんなのがあって、これを選びました。でこの部分がシルバーで、ここがちょっとグレーっぽい感じになっていて、すごくキラキラしている感じで、こういう感じです。で中はすごいあったかいので、冬に、寒い冬とかに暖かく履けるっていう感じになっています。はい、こういう感じのすごくフラットなルームシューズで、すぐパッと履けるし履きやすいかなと思います。アグではこういうサンダルがよく売られているんですけど、この形もうめっちゃ履きやすくて、私はずっと履いているんですけど、すごくおすすめです。はい、ということでまず1つ目の購入品でした。もう今回はパッといきたいと思います。そして続いてはブーツ、長靴を購入しました。じゃん、こんな感じのちょっと大きめの箱に入っているんですけど、開けていきたいと思います。はい、ということでこういう感じの、なんかアグっていうロゴが入っている布みたいなのに包まれていました。すごいしっかりしたものに包まれています。で買ったものは、今結構雪とか降っているじゃないですか、あと雨の日とかにも履けるかなと思ってレインブーツを購入しました。じゃん、はい、こんな感じの黒いレインブーツなんですけど、このソールの部分が全部アグアグアグっていうの分かりますか。こんな感じで全部アグっていうロゴが入っていて、すごく可愛い感じで、でも黒だからすごいシンプルな感じで、今の時期にぴったりかなと思います。こういう本当にレインブーツなので、防水になっている、ここが長靴素材になっていて、すごくシンプルな
何の服にでも合わせやすそうな、今の時期ブーツとしても履けるしっていう感じのものになってます。ソールの部分がこんな感じで、特に厚底とかではないんですけど、こういうちょっと短めのショートブーツぐらいの丈の長さの長靴になっています。で、後ろにアグのロゴが入っていて、これは他にも多分色があったと思うんですけど、黒が一番シンプルだったかなと思います。ピンクとか結構濃いめのピンクだったんですけど、これを買ってみました。すごくシンプルかなと思います。で、これはもう全然濡れても大丈夫なので、冬の雪とか雨とかに履いても大丈夫かなと思います。はい、ってことでこんな感じの購入品でした。はい、ということで今回の購入品はこれで以上なんですけど、アグではね、よく冬になるとお買い物していて、アグの靴は履きやすいのにすごくおすすめなので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。そしたら最後に最近のお気に入りを紹介して終わりたいと思います。まず一つ目がもうお部屋の中に置いてあったものなんですけど、じゃん。はい、こういう感じのめっちゃ可愛くないですか。こんな感じのクーラーボックスになっています。で、クーラーボックスってすごくシンプルなものだったり、結構アウトドア系な感じのデザインが多いと思うんですけど、これはすごく可愛い色で、で、見た目もすごく小さいので、お部屋に冷蔵庫が欲しいなと思っていて、で、そんな時にこれにペットボトルとか入れてお部屋に持ってくるっていうこともできる。で、私はそんな感じで使っているんですけど、まあ、普通にバーベキューする時とかピクニック行く時とかに使うのにもすごくおしゃれで映えるので可愛いと思います。こういう感じのメーカーさんから販売されているんですけど、こちらのリンクは概要欄に貼っているので、ぜひチェックしてみてください。すごく本当にお部屋に置いていてもクーラーボックスなのに全然馴染むし、可愛くておしゃれっていう感じで、持ち手がすごくしっかりついていて、全体的にパステルカラーですごく可愛いです。で、他にもいろんな色があって、パステルカラーのものがいろんなのがありました。ピンクとピンクの組み合わせになっているんですけど、めっちゃ可愛いです。で、中開けると密封されている感じなんですけど、ここに氷みたいなのがあるので、すごく冷えるっていう感じで、もうしっかり物を冷やしてくれるので、すごくいいなと思います。こんな感じ。なんかね、おしゃピク行く時とかにも私はおすすめかなと思います。めっちゃ可愛いです。で、すごく小さいので持ち運びとかもしやすいし、ちょっとしたものを入れやすいっていう感じになっています。はい、ということでまず一つ目こんな感じでした。次、はい、続いてなんですけど、じゃん、こちらです。はい、こんな感じの泡立て器になっていて、こっちがミニサイズで、こっちが通常サイズのものになっていて、泡立て器って最近すごく使っている方が多いじゃないですか。で、私も洗顔の時にすごく使っていて、ちょっとの洗顔をここに入れて水とこう混ぜるだけですごく泡立って、で、肌にもいいし、少量で泡立ってくれるのですごくいいなと思って使っています。こっちが普通サイズで、こういう感じで中に入れて、こうしてすぐ泡立つので、これを使って泡立てているんですけど、すごい泡がたくさん出てくるので、いいなと思います。こういうシンプルな透明のデザインになっていて、デザインも私は可愛くてお気に入りです。で、こっちがミニサイズで、ミニになるほど場所も取らないし、すぐパッと泡立てることができて、これは白のシンプルなデザインで、こうして、こう泡立てるっていう感じなんですけど、中がこんな感じになっていて、こっちの方がすぐ泡立てられるので便利かなとは思います。でも、こっちの方が泡が多くなるので、その使い勝手によって合わせるといいと思います。どっちもすごくシンプルで可愛くてお気に入りです。はい、ってことで2つ目こんな感じのものでした。こちらも概要欄にリンクを貼っているので、ぜひチェックしてみてください。次、
はい、そして続いてじゃん、結構大きいんですけどナノスチーマー美顔器です。美顔器がすごく欲しかったんですけど、こんな感じのものになっています。すごく操作はシンプルで、ここにお水を1回ずつ入れるっていう感じで使い切りなので、使った後はこの水を捨てて使うっていう感じになっているんですけど、はい、こんな感じで簡単に使うことができて、ここから煙が出てくるっていう感じになっています。あとスイッチはここだけっていう感じで、毎日使っているんですけど、洗顔してお風呂に上がった後、お風呂から上がって出てきた時にスキンケアをする前にこれをするとすごく肌にいい感じがあるので使っています。見た目もすごくシンプルでコンパクトな感じになっていて、ブルーとピンクがあったんですけど、私はブルーを選びました。ちょっと前まではピンクがすごく好きだったんですけど、最近ブルーが綺麗でいいなと思ってブルーを選ぶことが多くなっています。美顔器はあまり使っていないっていう方もいるかもしれないんですけど、水を入れるだけですごく肌がいい感じになるのでいいと思います。そしてこれがセットに、こんな感じのヘアバンドも一緒についてきて、めっちゃ可愛くないですか？こんな感じの、何の動物かわからないんですけど、これモコモコしているヘアバンドで、私は朝洗顔するときにヘアバンドを必ず使っているんですけど、なので最近これを使っています。新しく買いたいなって思っていたんですけど、このね美顔器に一緒にセットになっていたのですごくお得かなと思います。これをめちゃくちゃ可愛いので使っています。はい、ということでこんな感じの美顔器でした。すっごいおすすめなので、ぜひ皆さんも買ってみてください。はい、続いてがこちらです。じゃーん、これは私がずっと欲しかった LED 付きの三面鏡になっていて、こう両開きになって開くっていう感じなんですけど、こういう風にすごくコンパクトな感じのもので、 LED ライトのミラーっていうのはいろんな形があると思うんですけど、これが一番シンプルで私はいいかなと思っています。ここになんか小物とか入れて使うことができて、こうスタンドで立てて使うことができるので、私はこれをスキンケアするときに使っています。で、拡大もされるし、こう広げちゃうとこっち側の景色が見えちゃうので、めちゃくちゃ散らかっているのでちょっとお見せできないんですけど、白でシンプルなミラーになっています。これも色はピンクとかもあったんですけど、最近本当に白が好きで白を選びました。はい、ということでこんな感じです。はい、ということでこんな感じで今回はアグデの購入品紹介と最近のお気に入りを紹介しました。ということで今回の動画をこんな感じで終わりたいと思います。はい、ということで今回は急ぎの動画になったんですけど、購入品紹介などをやってみました。尺は8分以上になるように撮ったんですけど、ほぼカットなしでお送りしていると思います。ということでこの動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。そしてこの動画が皆さんのお買い物だったりの参考になったら嬉しいなと思います。ぜひ今回紹介した商品は概要欄にリンクを貼っているのでチェックしてみてください。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そして隣にあるベルマークの方をタップして通知オンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで最初から最後までかなり早口での紹介になったんですけど、ぜひまた次回の動画も見てください。それではバイバーイ。